花見、教科書ありがとう。助かったよ。どういたしまして。それにしても今日じゃなくて明日の時間割りできちゃうなんてどうしたの？明日楽しみにしてた CD の発売日で。うっかり一日間違えちゃうなんて、よっぽど楽しみだったんだね。